シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくのけはモンストニュース予想をやってくってやつで。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュース予想をやっていくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなとワクワクしながら明日のモンストニュースを迎えるためにやってるから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー、早速やっていこう。さあ、というわけでまずは去年のモンストニュース振り返っていくぜ。去年の7月27日のモンストニュースはコラボ追加情報が発表されたということで、それでは主な内容を見ていこう。まずはコラボ追加情報。去年のこの時期は鬼滅の刃コラボ第3弾が開催されていて、ここで最後の追加情報、超究極鬼舞辻無惨が発表されました。いやー、もう1年か。うん、ほんと、まあ予想通りやってきたけども、なかなか難しい難易度で手強かったよな。報酬はこんな感じでした。はい。で、お次は、去年はその10周年人気投票ガチャがこのタイミングで開催されていて、このニュースで結果発表がありました。はい、こんな感じ。1位ルシファー、返り咲きました。で、お次は新イベントガチャ、悠久のエルフヘイム4。はい、この3人組がやってきた。いや、今見るとみんな活躍したいいガチャだったんかなというふうに思うな。はい、まずは青森見ていこう。青森さんは近畿深淵期のネハンで大活躍。いや、今の今まで大活躍していたキャラクターで、マナの獣神化界の登場によって、まあ、出番はなくなってしまったかもしれんけども、近畿深淵期のネハンでは嬉しいキラーと耐性持っていて、毎週反射タイプになれることができる。さらに全敵調教毒メテオンによって毒の相棒もすることができる。はい、そういう青森さんでした。お次、シードルさん。シードルさんは、まあ、このメンバーの中でどこで使うんかなと言われていたキャラクターではあったんだけども、後に空中庭園にで適性を獲得。いや、そこでは本当に優秀だったよな。工場キャラなのに最強クラスの適性として活躍。まあ、後にフリーレンが登場して大きく環境変わるけども、みんながフリーレンをね、たくさんぶち込めるわけではないから、現状でも優秀なキャラクターとして活躍してるんじゃないかなと。そこでは SS で高火力出していけるし、ヒーリングボムスローで回復できる。はい、そういうね、強みを持っております。そういうシードルさんでした。オッケー。お次はモスコミュール。はい、登場当時はルシの相棒ができるということで、すごい注目を浴びたよな。まず妖精ということでルシのコネクトスキルを発動させることができ、白爆発 EL で誘発もすることができた。で、さらにこの SS によって、広範囲爆発を起こしてルシの友情コンボを同時に発動させて、低難易度でワンパンをしやすくするということができた。はい、そこが大きな強みだったよな。現状でもしっかりね、活躍してくれている優秀なキャラでした。で、確定パックがありました。獣神化界はベーカーズ。新しくアンチ重力バリアもらい、3ギミック対応に。魔王キラーが神王封じ L になってかなり火力を出せるように。で、まあ、適性としては未開46ぐらいで、そんな感じだったんだけども、後に SAO の夏アルファコラボで超究極の水属性ミッションで活躍。まあ、その記憶が強いな。はい、というキャラクターでした。 OK。 というわけでモンストニュース予想に入っていこう。コラボ追加情報ということで、開催期間も中盤を迎えた推しの子コラボ、明日のモンストニュースで最後の追加情報は発表されるのか。まあ、なんか中盤と言ってもね、終盤の感じがすげえするけども、まあ、ここで追加情報がやってくるのかというところで見ていくと、現状、あの応援活動、推し活かなんかの応援活動のミッションがあるじゃねえか、スタミナ消費して貯めるやつで、それを貯めるとその自分が選んだ推しの下にネクストウェイティングという、次ね、何かがありそうな文面が、まあ、やってきてんだよな。ということで、まあ、追加があることは確定してんのよ。もうこれあって何もないのはないでしょ、さすがに。で、まあそこで簡単なミッションの追加があって、それでなんか終わる可能性も全然あるんだけども、このまあ26日の19時も空いているし、モンドリコラボだもんな。うん、今回のコラボはモンドリコラボということで、3つ目の何かしらね、まあ特に追加超究極がやってくるんじゃないかなというふうに予想はできるよな。うん、
なんかまあ今年のコラボって結構控えめな感じがあるから、全然なんかこれで終わりそうな感じはある。うん、報酬もしっかり配ってるから、1000円券の書とか、ストライカーカードも。だからわからんけども、いやー、モンドリコラボよ。うん、ということでね、やってくるんじゃないかなと。はい、で、そこで予想できるのは、現状、愛の降臨クエストが何もないため、ここで、夏仕様の愛の超究極が発表されるんじゃないかなと。うん。まあ、今回ね、原作はまあバトル漫画ではないからあれなんだけども、まあ、今までね、ちゃんと降臨クエストやってきてるから、まあ、三つ目の超究極で愛がやってくるんじゃねえかな。で、難易度は一回勝てばいい系で難しくなるかも。今回のコラボは、まあ、今のところ二つ超究極やってきてるけども、どっちも周回系の難易度。まあ、最後、期間も十分あるし、ここでよ、まあ、愛のクエストで難しいやつが来るんじゃねえかなと。で、さっきも言ったように、報酬はしっかり配ってるから、まあ、ここで、プラスの、愛のストライカーカードとか、グッジョブとか、勲章、そういうのがやってきて、来るかもしれんけども、それか、獲得できなかった推しのストライカーカードが解放されるとか、そういうのが、まあ、あるかもしれんな。だってこれもったいなくね？全部いいもんな。いや、3人本当にいい子だから、この出来もいいし欲しいんだけども、一つしか選べんって、もったいなくね？運営さん、マジもったいねえんだから、それを今回の追加要素で、まあ、超究極じゃなかったとしても、追加要素で手に入るようにしてくれるかもしれんな。うん、期待はちょっと良くないけども、はい、というものがあるかもしれない。はい、というわけでお次はピエヨン訂正ということで、これ3日前なんだけども、ピエヨンのスタンプの日付の切り替わり、これが、朝の4時と記載してたんだけども、実際は、0時、日付変わるタイミングで変わるということが、発表されました。これ、まあ、俺と普通に勘違いしてたわ。はい、ということでね、これ皆さん注意。と、ここでね、メダル引き換え報酬が再入荷される可能性が全然あるから、みんなメダルはね、しっかり用意しておこうというところであります。はい、というわけで、お次。特別なガチャの発表、7月下旬開催ということで、明日発表が、まあ、あるでしょうというところで、どうなんかな？なんか最近のモンストの毎年開催してるガチャって、なんか本当変化がなく、すごいなんかマンネリ化してる感じがあるから、やっぱなんか新しい要素を追加してほしいよな。というところで、このアゲインガチャは追加要素があったガチャで、過去にね、あったガチャで、チャレンジというものがあったのよ。これが、10連か100連、どっちか。で、今までの経験上とか、いろんな人見た結果、まあ、大体 50%、50% と思うんだけども、まあ、俺はね、チャレンジで行くよ。今回あった場合ね。このチャレンジがすげえ楽しみなんだけども、まあ、もっと何かしらね、新しい要素追加してくれてもいいんじゃねえかな、というふうには思う。はい、というガチャが明日ね、発表されるかもしれません。で、お次。デイリーガチャの開催期間終了迫っているから、これ忘れずに絶対に引いておこう。というところでした。重心が開放されていこう。フォーミュラアトム。いいからそこに並べ。俺が焼き押してやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。